ヤクプベイヘル伯爵ベイヘロボの町に立つヤクプベイヘルの象ヤクプベイヘル、またはヤーコプバイヤーは、ポーランドリトアニア共和国のドイツ系貴族、帝国伯爵、プッツク上代、フミエルの上代、マルボルク県知事を務め、中夫婦、キシュポレク、リハウの大官を兼ねた。経験かつ寛大なマグナートであり、またローレンな軍事指導者として記憶されている。 マルボルク県知事ン,チジアンベイヘルの息子に生まれた。一族はベストファーレンに起源を持つ貴族で1234年にポンメルンに移住してきたことが記録されている。16世紀前半よりポーランド王国及びポーランドリトアニア共和国において高級官職に預かるようになり、ポーランド貴族社会との通婚関係を通じて地位を築いた。ヤクプは 国王ジグムンと三世の王子ブワディスワフの定身に取り立てられ、王官僚プロイセンのブラニエボにあったイエズス会のコレニウムで学んだ後、イタリアのボローニャ大学に留学した。彼はカトリック教徒として対抗宗教改革の支持者の一人となった。一族の伝統に従い、ヤクプも若い頃から外国軍に入隊して軍人としての道を歩んだ。 1628年から1632年まで、彼は神聖ローマ帝国の30年戦争にカトリック同盟側で参加し、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインの帰化で、騎兵連隊の指揮官として従軍した。またこの時期、マルタ島を訪れている。その武勇を認められ、1636年に神聖ローマ帝国の伯爵位に除せられた。1632年、薬布は、 ポーランドに戻り、それ以後は、スモレンスク戦争、大洪水、ロシア・ポーランド戦争、フメリニツキーの乱など共和国の主要な戦争、戦乱に参加した。大洪水の時期、彼は、共和国北部に行った多くの指揮官とは違い、敵軍スウェーデンに寝返ることなく丸暴力を防衛し、降伏するまでの2ヶ月の間、町を守った。降伏時、彼は、 スウェーデン軍から自分と帰化の軍勢が安全に退却する保証を与えられた。ヤクプはすぐに、共和国の南部にいた国王や二世カジミエッシュの下に、三次侵略者との戦いを続行した。その目覚ましい働きにより、ヤクプは国王及び国会からいくつかの感触を与えられた。マルボルク県知事、また、フミエルの城代、中夫婦、ジェジュボン、ビハウ、 ブジェホボの大官職などである。晩年には100前後の村と5つの都市を治め、年3万3000ズオテの収入があったという。こうした富のおかげで、ヤクプーは、当時の共和国における有力、マグナートに数えられ、マラポンベルンで最も富裕な人物の一人だった。ヤクプーは小規模な共和国海軍の軍港ブワディスワボボ、建設の指揮、監督を務めた。 彼はまた自身の名を冠した資料都市バイアースフライを建設し同市にカルバリア・ベイヘロフスカ教会軍を建立した。この教会はヤクプがスモレンスク戦争中の1634年ビャワで九死に一生を得たことへの感謝の証として神に捧げたものであった。それ以外にもヤクプは世俗的な建造物だけでなく修道院、教会をいくつか立てている。 熱烈なカトリックだったにもかかわらず、ヤクプは宗教的に寛容な領主であり、プロテスタントとの友好的な関係を保った。ヤクプは1636年、シロンセクの由緒あるドイツ系貴族、シャフゴッチュ家の娘、アンナ・エリーザベトと結婚し、1652年にリトアニア区内長官、アレクサンデル・ルドビクラ・ジビュー校の娘ヨアンナ・カタジナと再婚した。 最初の妻との間に二人の娘を再婚相手との間に娘一人を設けた。ヤクプーはバイアースフライの聖アンナ教会に埋葬された。ありがとうございます。